夏に活球。愛せろ両方出て金取り状況ライドライドファイト。おい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 、イエーイ、行くぞ、ライドマリオ、ライドファイト、ライドファイト、ヨーヨーヨーロッキーレッドスペイアバンシドカッペイサテハペイガラクティアサラテスヨー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 詰めていく盛り
ってるみたいで、ね、嬉しいね、嬉しいです。朝から浴衣たくさん頑張って着付けてきました、ね、皆さんどうですか、どうですか、どうですか、うちの花ではどうですか、うちの高梨もどうですか。テーマとかありますか。テーマ、はい、難しいこと聞くよね。で私ね、普段からこう黒いお洋服が実は好きで、みんながこう花柄とか可愛いの選ぶ中、一人だけちょっとシックにまとめてみようかななんて思っちゃったりなんてして、どうですか。とても似合ってます。ありがとうございます。私はなんかちょっとあのハイカラさん的な感じで、あー確かに確かに、髪型とかね、特にね、髪型意識してみました。はんなりできてますか。できてます。ということで、キャンディークロスのことを初めて見たよって方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、キャンディークロスのね、告知の方を嘘ばっかり告知の方でしていきたいと思います。まず、明日、7月8日、8日が、山口県の宇部の方である、宇部にあるルームフジさんで、アイドルームに出演させていただきます。そして、7月9日は、福岡県北九州市にあるライブスポットワウさんで、はい、私たちの所属している事務所の、はい、8周年イベントのライブが、記念ライブがございます。ありがとうございます。もうちょっと遠いかもしれないんですけど、皆さんね、お待ちしております。そして、これはとても大切、皆さんに近いところ、よく聞いてくださいね。はい、どこですか。私たちは7月29と30日にまた広島でライブさせていただきます。よかったら来てください。初めて気になったよって方もね、いらっしゃると思いますのでね、キャンディークロス公式ツイッターもやっております。そちらで広島県にも結構たくさんね、ライブさせていただいてるので、公式ツイッターチェックして皆さん会いに来てくれたらとても嬉しいなと思います、ね、はい、それではすごい気合い入れて話してまいりましたので、すぐ乗り切りましたいと思います。はい、桃クイート。